はい、こんにちは、ペイです。よろしくお願いいたします。今日の動画は、今週のイベントガチャ更新予想、やっていきたいと思います。はい、今来ているガチャ、ワールドスターガチャの終了日が10月17日、明日。で、さらにですね、今来ているホームランダービーライバルズの終了日が明後日の10月18日と、いうことで、今回の動画ではですね、10月の17日のガチャ更新予想、で、さらには10月18日のイベント更新予想をやっていきまして、今週1週間はどのようなイベントガチャの更新があるのかっていうところまで話していきたいと思いますので、ぜひこの動画参考にしていただけたらなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かったためになったなと思った方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。では早速本題の方入っていきましょう。ではまずですね、ガチャ更新予想からやっていきたいと思うんですが、まず明日の登場が確定しているガチャからですね、紹介していきたいと思います。明日10月17日にはですね、イチローサイリンガチャの登場が確定しております。はい、この情報はですね、7周年記念特番内で発表されまして、ガチャ内容といたしましては、30連目60連目が S ランク選手確定で、100連目がイチロー選手確定ということで、2500エナジーを使用することで、イチロー選手を確実に取れるガチャとなっております。で、さらにですね、購入1回目から5回目、10連目から50連目は、S ランクが出た場合、10% の確率でイチロー選手。で、6回目から10回目は S ランクが出たら 20%。で、11回目以降は 30% というようなですね、まあ、イチロー選手が比較的当たりやすいガチャとなっております。で、このガチャ、無課金、美課金税は引くべきなのか、なんですが、基本的には引くべきガチャではありません。はい、なぜかと言いますと、まあ、10連目、10回目の2500エナジーを使うことで、イチロー選手をね、確実に取れるガチャではあるんですが、まあ、ここで獲得できるイチロー選手のですね、最大スピリッツはですね、シリーズ1のスピリッツの4000でのスピリッツでの登場が予想されます。まあ、なので、ここで獲得できるイチロー選手はですね、最新スピリッツ4100のものではないので、まあ、そういった面でリーグオーダー的にも、まあ、リアタイ面的にもね、オーダー寿命はね、決して長い選手ではないと思います。まあ、ですが、イチローさんが登場した際に、まだ始めていなかった方や、取らなくて後悔したという方はですね、まあ、引いてもいいガチャなのかなと思います。はい、リーグではですね、最大スピリッツの剣もあって、まあ、使われることはもうないかなとは思うんですが、リアタイ面でいきますと、スピリッツ解放をするとですね、一生ですね、このイチローさんを使用し続けられることもできますので、まあ、イチローさんがめちゃめちゃ好きで、まあ、取らなくて後悔したという方はですね、まあ、このイチローさんが取れるラストチャンスかもしれないということで、まあ、このですね、イチローサイリンガチャ回すのは全然ありなのかなと思います。で、もしかしたらなんですが、まあ可能性は低いかもしれませんが、ダルビッシュセレクションなどでですね、査定年度が変更された違うバージョンのイチローさんが出る可能性もあるんではないかなと、個人的には思っていますので、まあそういった面もですね、考えまして、まあ引くべきかどうかっていうところはですね、ご自身で判断していただけたらなと思います。で、明日はですね、通常選手の追加もあるんではないかなと思っております。で、次はどこのポジションが追加されるのかなんですが、現時点ではライト、先発、レフト、中継ぎ、キャッチャー、サード、先発の順番で登場しているということで、次はですね、まあこの順番でいくと野手が登場することが濃厚なんではないかなと思っております。で、それも踏まえてしたですね、明日のポジション追加本命予想がファーストと挙げさせていただきます。はい、以前ですね、公式のプロスピエースのツイッターがですね、サードの追加の時にかな、まあ、間違えてファースト新登場というね、画像を間違えてアップしてしまったということで、まあそこの画像ができているということはね、まあそろそろ来るんではないかなと思っていますので、まあ明日の本命予想といたしましては、ファーストの追加と挙げさせていただきました。で、対抗予想といたしましては、シリーズ1での通常ポジションの追加が遅かったセカンド。で、大穴予想といたしましては、同じくですね、シリーズ1での通常ポジションの追加が遅かったショートと挙げさせていただきます。はい、このプロスピエースの仕様上ですね、シリーズ1で追加が遅かったポジションはですね、シリーズ2では早く出がちということもありますので、まあそれも踏まえまして、対抗大穴予想はセカンドショートとさせていただきました。はい、ではこれでですね、ガチャ更新予想の方は以上にしたいと思います。はい、では続いて10月18日に来るであろうイベント予想の方に入っていきたいと思うんですが、
今回はですね、10月18日から10月21日の3日間開催のイベントでほぼ確定しているんではないかなと思っております。はい、なぜかと言いますと、10月21日からはですね、イチローセレクションや7周年のキャンペーン、7週連続キャンペーンなどが始まりますので、まあおそらくですね、その直前には1時間とか2時間とかのね、メンテナンスが挟まると思います。まあなので、10月18日からですね、10月21日の3日間でのイベントの開催がほぼ確定しているんではないかなと思っております。で、こちらがですね、直近の3日間イベントのスケジュール表になっているんですが、10月4日からクイズスタジアムミニ、9月12日からコーダの達人、7月5日からスペシャルミッション、6月13日からルーレットヒッター、5月9日からプロスピトレジャーで、最後4月28日からプロスピフェスタが来ていたようなですね、3日間イベントのスケジュールとなっておりました。で、最後のですね、プロスピフェスタは、この時はですね、4日間開催のイベントだったんですが、まあこのプロスピフェスタは4日間開催の時と3日間開催の時があるということで、今回はですね、3日間イベントスケジュールとして、まあここにですね、組み込ませていただきました。で、このプロスピフェスタはですね、前回開催からの登場スパンが空いているイベントガチャが来るということで、あさって10月18日のイベント更新予想、本命予想がプロスピフェスタ、対抗予想がプロスピートレジャー、大穴予想がルーレットヒッターとさせていただきました。はい、特にですね、プロスピフェスタはですね、前回開催が4月ということで、まあ、約ですね、半年ぐらいスパンも空いていますし、まあプロスピフェスタ来てほしい方もかなり多いかと思いますので、まあ明日はですね、プロスピフェスタ来る可能性かなり高いんではないかなと思っております。で、対抗大穴に挙げたですね、プロスピトレジャー、ルーレットヒッターもですね、まあかなり優秀な育成系イベントとなっていますので、イチローセレクションアニバーサリー前のですね、もしかしたら最後のですね、育成系イベント、育成のチャンスになるかもしれませんので、まあそれも踏まえてですね、あさって10月18日のですね、イベント更新は楽しみにしていきたいかなと思っております。で、明日の10月17日のガチャ更新と、あさってのイベント更新の終了日はですね、10月21日になることが、まあほとんど確定しておりまして、10月21日からはですね、先ほども軽く触れたんですが、イチローセレクションの開催、さらには7周年の7週連続キャンペーンの開始などね、まあ、本当に様々な激アツキャンペーンが開催されますので、まあ、そのキャンペーンなどの深掘りについてはですね、まあ、前日とかにね、まあ、深掘りしていきたいかなと思っていますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけたらなと思います。では今回のですね、イベントガチャ更新予想をまとめますと、まず明日の10月17日のガチャ更新予想といたしましては、確定しているガチャがですね、イチローサイリンガチャが来ることが確定しております。で、このガチャはですね、基本的に引くべきガチャではありませんが、まあイチローさんがどうしても欲しいという方はですね、まあ引いてもいいガチャと言えるのかなと思っております。で、二つ目はですね、通常ポジションの通常選手追加があるんではないかなと思っております。で、ポジション追加の本命ポジションといたしましては、ファースト。で、対抗でセカンド。で、大技でショートと挙げさせていただきました。で、あさって10月18日のイベント更新予想といたしましては、3日間イベントが来ることが濃厚となっていまして、本命予想がプロスピフェスタ、対抗予想がプロスピトレジャー、大穴予想がルーレットヒッターと挙げさせていただきました。で、イベントガチャの終了日が10月21日になることが予想されていまして、まあ、10月21日からはですね、まあ、様々な激アツなキャンペーンがあるというような流れでですね、今週のプロスピエースは動いていくことが予想されますので、まあイチローセレクションはですね、アニバーサリー7周年キャンペーンのですね、開催がすぐそこに迫ってきているということで、いや本当にね、これからプロスピエースはかなり盛り上がってくるかと思いますので、ガチャを引きたい方はですね、エナジーの使いすぎなどにはですね、注意してこのプロスピエースを楽しんでいただけたらなと思います。ではですね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったためになった、今週のプロスピエースめちゃめちゃ激アツじゃんと思った方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンのほどで応援のほどしていただけますと、動画制作のモチベーションにかなりつながってきますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。